今朝伊東市で手記を帯びた状態で車を運転したとして高校生の少年が逮捕されました逮捕されたのは自称伊東市に住む高校生の少年で午前7時ごろ伊東市小木の県道で手記を帯びた状態で車を運転した疑いが持たれています。警察によりますとと少年が運転していた車と 対向車線を走っていたトラックが正面衝突したことで事件が発覚しました少年が運転していた車がセンターラインをはみ出したことが事故の原因とみられていて警察が少年の呼気を検査したところ基準値を超えるアルコールが検出されたということですこの事故でトラックを運転していた60代の男性が怪我をしましたが命に別状はないということです 警察は少年が飲酒した経緯などを詳しく調べています。